皆様こんにちは、マリワでございます。本日はララポートの方に、少し用事があって、出かけていきましたけれども、そこでね、なんか新しいお店ができておりまして、オーサムストアっていうね、海外のお店なんでしょうかね。そこでね、面白い紙物をね、見つけましたので、少しだけですがご紹介をしていきたいと思います。何点か購入してきまして、8点ぐらい買ってきたのかな。 1,2,3,4,5,6 あら7点、あ、8点、購入してきました。では、ちょっと順番に、紹介をしていきたいと思いますね。これは何でしょう。こちらですね、まず1点目。こちら多分ね、プレゼントを何かする時に、こちらに何かをメッセージを書いて、そのプレゼントにね、つけるカードみたいなものではないかと思いますね。何枚か入っておりますね。何枚ぐらい入ってんでしょうかね。1,2,3,4,5 枚入っておりますね。で、レシートはいただいたんですが、商品名が書いていないので、どれがおいくらしたかっていうのがもうね、不明でございます。2点目ですね。2点目はこちらでございますね。こちらは何だろう、私もよくわからないんで購入したんですが、メモ用紙でございますね。メモ用紙で、ここにね、こんな風に切り込みが入っているので、メモしたものをどこかにこうやって挟み込むんでしょうね。例えば、まあ、これがメモ中に挟むとしたら、こんな風に挟んで、まあ反対ですね、反対ですね、こんな感じで、こんな風に挟んで、ここに何か書いて、メモですよっていう風にお知らせするんでしょうね。面白いですね。なんかね、すごくなんかいろいろと面白いものがあったんですね。ちょっと見慣れないものがありましたので、まあね、いろんな、そこはね、紙物だけじゃなくって、まあ言ってみれば雑貨屋さんみたいな感じだったんですね。オーサムストアっていうね、雑貨屋さんだったんですけれど、そこに、まあ、あるコーナーでね、一角のコーナーは紙物がね、ずっと置いてありましたね。そしてこちら、ポチ袋ですね。で、裏はこんな感じでね、金魚かな、鯉でしょうか、鯉が飛んでるんでしょうかね。たい焼きに見えるんだけど、たい焼きに見えちゃうんだけど、多分、これタイなのかな。で、こちら富士山のポチ袋でございますね。そして、こちらも、これもポチ袋ですね。何かお裾分けする時にね、少しずつね、この袋に入れて、差し上げてもいいですよね。そしてこちらですね。多分これ付箋ですね。付箋ですね。メモして、貼り付ける付箋でございますね。そしてちっちゃな、こんな紙袋が3枚、ついております。そしてマスキングテープですね。このような感じのマスキングテープでございますね。そして最後がこちらノートですね。ノートでございます。
以上8点、を購入してきました。まだね、他にもね、たくさんいろいろ種類があったんですが、あとちょっとでかいものだったので、今回はこういったちょっとこまごましたものをね、8点ほど購入してまいりました。あ、これ全部で783円でした。一点一点のねお値段がちょっと不明でございますということで、本日は、紙物を、オサムストアというところでね、購入してきましたので、新しくできたお店のようでしたね。ちょっとね色がなんとなく変わっておりますでしょ、ね、なので面白いなと思いました。こういったねものがあるとお裾分けするときに何かね、説明を書いて貼ったりとか、小分けして入れたりするのに使えるのかなということで、今回は、こういった紙物をちょっと購入してきました。ということで、なにわでございました。では。